コルトレークは、ベルギー・フランデレン地域ウエストイコール・フランデレン州の都市及び基礎自治体である。コルトレークは、コルトレーク行政区最大の都市で、主府でもあり、裁判所や行政庁の所在地である。コルトレークは、コルトレーク支部と、アールベーケ、ベレーヘム、フーレ、ビッセヘム、コーイヘム、マルケ、ロレヘムの各自治体によって構成されている。 コルトレークはライエ川に面しており、ヘンクの南西 42km、フランス・リールの北東 25km の場所に位置している。コルトレーク、リールは国境を挟み人口を190万人の都市圏を形成している。古代にはコルトリアクムとしてライエ川近くのガロローマ文化の典型的な街道の交差地点として存在していた。交差していた ローマ街道は、トンゲレン、カッセル、トゥルネー、アウデンブルフなどと結ばれていた。旧世紀、フランドルハクボードアン2世の地世時に、バイキングからの防御のため要塞が設けられている。1190年、フランドルハクフィリップ・ダルザスより、町は特権を得る。人口の身長は、新たな防御壁を必要とし、今日でも、その一部を見ることができる。 13世紀、ポルトガル王三種一世の息子で、フランドル女白、ジャンヌの夫フェルナンドといとこである、フランス王ルイ八世との間で、戦いが起こり、街は破壊されたが、フランドル白はすぐに街を再建した。また、当時コルトレイクは、最重要品の中核となるリンネルを得る。1302年、ブルージュの市民は、 フランドルをフランスが併合したことに対して放棄し、フランス勢の駆逐に成功した。5月18日、フランス人市民は虐殺されたが、そのことに関しては罰せられることはなかった。後に続く有名な戦いである、金白者の戦いは、フランドルの市民や農民とフィリップ4世の騎士の間で7月11日にコルトレーク近くで起こった戦いで、 フランドル側が勝利を収めた。現在ではこの戦いの勝利を記念し、すべてのフラマン人の共同体では国民の祝日となっている。1323年には続いてフランスの再びの侵略からフラマン人は領主であるフランドル博類一世に対して放棄を起こしている。フラマン人はカッセルの戦いによってフランスに対する補足を固めている。 フランドル派クルイ1世の息子である、ルイ2世は1381年に都市を再び手にしているが、続く年に起こったローセベークの戦いで、新たな略奪や、破壊の結果となった。15世紀中は、ブルゴーニュ港の下で栄えるが、ブルゴーニュジョコ・マリーが1482年に死去した後、後再び、フランスとの戦いに巻き込まれた。16世紀は、 宗教改革とオランダのスペインに対する放棄によって対立が生み出されることが際立っていた。フランス革命後、ナポレオン時代に山をベースとする織物工業によって都市全体の経済は再び栄えるようになった。コルトレークは1917年夏に激しい爆撃を受けたが、1944年には再びそれ以上に激しい爆撃を受けている。 コルトレークはドイツ軍にとって重要な鉄道の拠点となっていたため連合国軍の攻撃ターゲットにされていた。1944年7月21日にアブロ・ランカスターによって中心部に5000発もの爆弾によって空爆が行われた。歴史的な建物や中央広場、古い鉄道駅は破壊されてしまった。分1977年から 現在の行政区に統合されている。他にも、数多くの博物館や教会など見どころが多い街で、ある。オールドタウン。ありがとうございます。